皆さんどうもお久しぶりです。先月まで案件業務をやってたんですけれども、それが終わりましたので、ちょっと振り返ってみたいと思います。期間は2019年11月1日から2021年9月30日までで1年11ヶ月となります。最初はバックエンドの予定だったんですけれども、 PM の方から他の案件が炎上しているという連絡があって、フロントエンドに行くことになりました。案件の概要としては、大手作業機械会社の業務アプリケーション開発で、開発フェーズは完了していて、QA テストって言って、品質保証のテストを行っているフェーズだったんですね。で、そのフェーズでフロントエンドのバグが噴出して炎上していました。そこに火消し要因として、要因の漢字が間違ってますけど、アサインされたということになります。で、いきなりたくさんのバグチケットを振られまして、バグをひたすら直していくという仕事でスタートしました。課長さんからは、バグが落ち着いたら元の案件に戻ってもらうって言われてたんですけれども、そのまま案件に残って保守運用業務に突入していきます。あとは関連する新規アプリの開発も行っていました。お金の話をしますと、エージェント経由で紹介してもらって、報酬は税別53万円の税込みで58万3000円でした。技術スタックとしては、インフラはよくわかりませんけれども、お客さんの都合で Azure を使っていました。バックエンドに関しては、データベースは SQL サーバー、言語は PHP バージョン7.2、フレームワークは謎の Bear Sunday というフレームワークでした。本番環境はドッカーではないんですけれども、開発環境はドッカーで構築していました。キャッシュの保存に Redis を使っていました。次、フロントエンドなんですけれども、フレームワークは Next.js のバージョン2系です。Next.js っていうのは Vue.js と Vuex と Vue Router がまとまっているようなフレームワークで、React でいうところの Next.js みたいな感じです。言語は TypeScript を使っていました。HTTP のライブラリーは Axios で、エンドツーエンドテストに Cypress っていうのを使っていました。その他としては、初 Mac 案件ということで MacBook Pro を使って、途中でコロナが感染が広まってきたということで、全員フルリモートになりました。フルリモートっていうことで、家から Amazon Workspaces っていう Windows のクラウド PC ですね、それを使って開発をしていました。チケット管理はバックログで、テキストでのやり取りはもともとはチャットワークだったんですけど、スラックに変わりました。ソースコードのバージョン管理に関しては、 GitHub Enterprise と GitLab を両方使っていました。感想としては、労働環境としては過去最高だったなと思います。それは会社が良かったっていうのと、あとはコロナになったことで家でずっと仕事できたっていうことですね。それで、常駐してた会社が上流企業って言って、直接そういう上場企業のお客さんと契約して、ほぼほぼその会社だけで開発を行っていくっていうような会社だったので、いわゆる IT ゼネコン的な真顔受け、夜叉真顔受けみたいなブラック的な要素がなくて快適だったと思います。ただし、あくまで請負の仕事だったので、要件定義とか工数見積もりなどがあるので、結局は納期に追われて炎上しがちだったなと思います。で、請負っていうのはどうしてもお客さんの要望だったり、お客さんの能力に引きずられがちだったなと思います。1年11ヶ月を通してだいぶ成長できたなというふうに感じてまして、それはもともと GitHub のプルリクも出せなかったんですけれども、それを出せるようになったりとか、いろいろと勉強することができました。とバックエンドもちょこっと触ることはあったんですけれども、この Bear Sunday というのが、さっきも書いてましたけど、かなりてこずるフレームワークで誰も幸せにならない気がするので、絶対に採用しない方がいいと思いました。今後の予定としては、結構週5がきつくなってきたので、週3案件なるものがあるということで、週3案件をやってみたいなと思います。週5だと動画の更新が滞ってしまったり、それぐらい忙しくなっちゃうので、勉強する時間も確保したいという意味で、週3、週4をやってみたいと思います。フロントエンドに関しては、
ビューでしたけれども、この数年でリアクトがだいぶ主流になってきているようなので、リアクトの方も勉強しようかなと思います。今月からはちょっとお休みしてますので、これを機会にこんな感じで動画をアップしていきたいと思っています。ということで、案件業務の振り返りでした。